こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、母乳育児頑張っておられるママたち、いろんな悩みが絶えないですよね。その中でよく聞く相談が、おっぱい飲ませ始めは飲んでくれるんだけど、途中からいきなり赤ちゃんがグイーンってのけぞって嫌がって激怒して飲んでくれなくなる。途中から急に飲まなくなる。え、なんなんやろ、美味しくないんかな、何足りてないんかな、すごい悩むんですよね。もう赤ちゃんのあのおっぱいストライキっていうのをやられると、もう本当にショッキングっていうか、もうなんかもうドーンと、もうごめんこんなままでって思ってしまうんですけど、赤ちゃんが途中からおっぱいを拒否る、のけずる、これなんでやろうっていうお話をしたいと思います。頑張らんでええです、適当でええです。 Get my life color、母乳育児を頑張りたいって思ってるママたち、一生懸命試行錯誤しながら、ああでもないこうでもないね、赤ちゃん日本語喋ってくれへんしっていう中でね、頑張っておられる中で、いきなり赤ちゃんがおっぱいストライキ、こんなん飲めるか、いらんわ、うわーってね、のけぞられたりすると本当にショックですよね。もうなんか頑張れば頑張るほど空回りっていうから、飲んでよ飲んでよって言ったら、どんどん嫌だ嫌だってされて、なんかもうこんなだってね、頑張れば頑張ろうとするほど本当にうまくいかないっていうね、そんなことがあるんかなと思います。なんか周り、自分と同じような月齢の赤ちゃん育ててるママさんたち見てたら、みんなすごい器用に上手にやってはるように見えて、隣の芝は青いじゃないですけどもね、なんか空回ってんの自分だけなんかなみたいなね、こうもう私がダメなお母さんなんかな、周りみんな上手にやってはんのに、私だけなんでこんなにちゃんと美味しいおっぱいを飲ませてあげられへんねやろうっていうので、すごい気持ちが落ち込むっていうことがあります。でもね、ほんまに隣の芝は青いなんですよ。助産院バブバブ来られてるママたち見てても、みんなね、なんか結局その最初からすっごいスムーズにできる人、まあ一握りいるんですけど、でもそんなんほんまにもうこんだけ、もう3人目4人目さんのね、計算部さんとかね、そういう人たちはすごい、もう最初からもう退院したてぐらいからすごい上手に器用にできて、赤ちゃんもグビグビね、もういい状態のおっぱいになってるでしょうね。上の子たちがちゃんと作ってくれてるから、準備完了なわけですよ、しょっぱなから。もうラッキーやな赤ちゃんなって、楽やなみたいな感じやねんけど、まあ、これ初めてのおっぱいやったらね、初産やったらね、そんなおっぱい赤ちゃんにとってめちゃくちゃ飲みやすい状態に、最初からもう準備万端完璧どうぞみたいなことにはなってないですよね。もう言うたら雑草生えまくりのところにこうナタを渡されて、赤ちゃんね、もうこのナタでここ雑草買っていってもらったら、実は道があるんで、すいません買っていってもらって、道探してもらっていいですか、あのところからなんかお願いするみたいな状態やから、そんなもん生まれたての赤ちゃんも上手にできるわけがないね。計算部さん3人目さん4人目さんのママのおっぱいなんて、もう道どころか綺麗に舗装してあって、もう横の雑草とかも全部綺麗に刈ってあって、もう向こうの景色もさーって見えてて、でなんならその道にもレッドカーペット敷いてあって、はいどうぞ通ってくださいみたいな、もう余裕で通れるよっていうね、そんな状態になってるから、そもそも初産のおっぱいと計算部さんのおっぱいはスタートラインが違うんですよね。なので隣の計算部さん2人目さん3人目さん上手にやってはる、私できひん、そんなんで落ち込む必要ないしね。でもそう言ったら、じゃあ計算部さんでも私計算部やのに3人目やのにうまいことできひんいう人もいると思うんですよ。でもこればっかりはもうほんまに体って進展度、こういうほっぺたとかでもね、めっちゃ伸び、なんか学生の時やりませんでした、友達でほっぺたのここすごい伸びて、おもろめっちゃ伸びるということで、友達のほっぺたビヨーンとかで遊んだことないですか私よくやってましたけどね、ほっぺたのここのお肉がすごくよく伸びる人と、硬くて全然伸びないねっていう人といろいろいるじゃないですか。もうそれと同じなんですよね。もともと持ってるその皮膚の進展度合い、妊娠線もそうやんね、いくらマッサージしたって妊娠ですね、できる人はできるからね、これ皮膚の進展が悪い人ってのはできるからね、で何にもしてへんかったのに伸びが良くて、あの妊娠線何にもできに綺麗なお腹だね、何やってはった、いや何にもしてなかったですって言う人もいるわけですよ。持って生まれたその肌の状態であったりとか、ね、あのおっぱいの乳輪乳頭の形であったり伸びであったりっていうのは人それぞれ違うわけですよ。だから計算部さんだからうまくいかない、だから私やっぱりおかしい、そういうことでもないのでね、これも持って生まれたもんやから、ある程度も私はこういうタイプなんや、適用するしかないかなというふうに思います。ちょっと話はずれましたけど、さあおっぱいを赤ちゃんが途中から抜け取って飲んでくれないパターンっていうのね、これみんなだからそうなると出てないのかな、
足りてないんかな、ミルク足さんとあかんのかな、美味しくないのかなっていうところで、ああだこうだといろいろさまざまなことをママたちを考えてね、悩んでしまうわけですよ。このパターンのね、ポイントがね、最初はね飲んでくれるんですよ、ちょっと。でちょっと飲んで途中からだいたいのけぞって怒るっていうパターンのこれ話ね、はい、最初からのけぞるパターンっていうのはまたちょっとあの話が変わるのでちょっと置いときます。途中からのけぞるっていうパターンですよね。ポイント、最初からはのけぞらない、途中からのけぞって怒るっていう人たちはこの動画見てほしいなというふうに思うんですけど、赤ちゃんがおっぱい吸うと母体はどうなるかっていう、吸われることによって母体の脳が、あ、吸われてるよ、作ってや、おっぱいっていう刺激をね脳が受け取って、で母乳がジャンジャカジャン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 ってこう出て始めるわけですよね。でも最初からもう飲ませ始めから飲ませ終わりまでジャンジャカジャン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 って同じペースでずーっとこう出るわけではなくって、ね、飲ませ始めちょくちょく吸われました、でちょっとワンテンポ置いて母体のその刺激、このここに来た刺激が母体の脳にまず伝わります。でここで反応して、ああ吸われてますよね、はい、じゃあ作ってくださいね、おっぱいの乳腺の方に指令が行く、あ、 OK です、乳腺がそれに反応する、そっから出るわけだからね、最初はちょろ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 、なんかじゃんじゃかじゃん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 、でちょっとまた休憩があって、で、ああやっぱり吸われてるわ、もう一回作って、はい、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃんみたいなね、じゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃないよ、おっぱいってね、ちょろ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 、だん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 、あ、じゃんじゃかじゃん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 、休憩、あ、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃんみたいな、そんな感じなんですよ。だから母乳っていうのはいつもいつも同じペースは出ない。で赤ちゃんだってやっぱり人間生きてるからね、赤ちゃんまだまだ未熟な赤ちゃんだけど、そのちょろちょろの最初の時は、ん？吸ってんのに出へんけどみたいになることだってもちろんあるし、でちょっと頑張って吸ってくれたら母体の脳に伝わって、はい、じゃんじゃかじゃんじゃんが始まった時に、あの、やっと出てきたわと思ったら、今度はちょっと出すぎやねんけど、こんなちょっとおっつかへんねんけどみたいになって、一生懸命飲み込もうとすんねんけど、まだ出てくるその射乳反射が来てる時の母乳をしっかり飲み込むことができないから慌てるんよ赤ちゃんも。でも飲み込まへんかったらもう次が来るみたいな、なんかに、あの、何、二人羽織みたいな状態、後ろの人がどん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 口の中にちょっと無理みたいになってくる。赤ちゃん一生懸命飲み込もうとするでしょ。そうするとどうなるかっていうと、必死すぎて空気をガーって飲んでしまうわけですよ、おっぱいとともに慌てすぎてね。ほんで空気飲んだらどうなるか、お腹苦しいじゃないですか。なのに次の母乳がまた来るわけですよ、あ、もうちょっと待って飲まれへんねんけど、あーってのけぞるわけですよ。こういう現象が起きているっていうパターンがほとんどなんですね。だからみんななんかのけぞられておっぱいストライキ起こされたら足りてないっていうところに直結してしまって、ミルクを足したくなるんですけど、途中からのパターンってだいたいそのじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんが始まったから赤ちゃん嫌がってんねんでっていうパターンと、もしくはそのじゃんじゃかじゃんじゃんはそんなにあの激しくなければ赤ちゃんはまあなんとか飲めるんですけど、その後ちょっと待ってな、休憩が入るわけですよ、ね、一時休憩が入るわけですよ。でそっから、はい、じゃあまだ後半戦いきましょうかで、じゃんじゃかじゃんじゃんが始まる、その休憩の一時休憩の時に急にこうじゃんじゃん来てたのが出なくなる。なんか赤ちゃん、なんやねんなんやねん、いきなり止まったし、こんなんもう飲めるかがみたいなね。もうちょっとそこを頑張って吸ってくれたら、またあの第二段階のあの第二バージョンじゃんじゃかじゃんじゃんが始まるのに、それがもう待てんわみたいなね。短期な赤ちゃん、これ赤ちゃんも性格あるんですよ。2ヶ月3ヶ月ぐらいだとしっかり性格出てきますからね。のんきにいいよ付き合ってあげるっていうタイプの赤ちゃんもいれば、なんやねんこんなんできまるなっていうそういうタイプの、もうちょっと落ち着こやみたいなタイプの赤ちゃんもいますからね。もうこれ個性ですよ。なのでママはちょっと落ち着いてもらってね、最初ちょろちょろ、中じゃんじゃん、休憩あってのまたじゃんじゃん、はい、それに赤ちゃんが付き合えるタイプなのかどうかっていうのも見極めながら、もういきなりその足りてないとかまずいとか私のおっぱいがダメとかっていうのを考えるんじゃなくて、頑張って適応してな、おっぱいも頑張ってるからなっていうスタンスでちょっと落ち着いてほしいなっていうふうに思うんですね。でもまあ途中でのけぞられたら、そこから飲めってやったところで赤ちゃんわーってなって、もうこれもなんかあの何と戦ってんのみたいになってね、もう根気比べみたいになって、お互い意地の張り合いみたいになっていて、もう飲んでくれなくなるんで、もうのけずり始めたら一回もうやめましょう。でちょっと落ち着いて、例えば部屋変わって環境変えてあげるとかね、ちょっとベランダ出てみるとね、抱っこして環境変えます。で赤ちゃん単純なんでね、環境変えられたらスコンとも忘れるんですよ。もうなんか
2秒3秒前のこと忘れるんですよなのでその状況を作ってからもう一回仕切り直しで吸わせてあげるとまた飲んでくれたりもしますのでね、1回の順でもう、飲めって言ってやるんじゃなくて、もう休憩入れてあげる、環境変えてあげるっていうようなことも大事かなというふうに思います。あとはですね、おっぱいが張ってる状態でスタートすると、そのじゃんじゃかじゃんじゃんが始まった時に、ただいさえ張っててこの母乳がいっぱい溜まってると状態で射乳反射が起きたら、もうほんまに溺れるようにもう濁流が流れてくるんですよ。それやると赤ちゃん飲めないし、さらに張ってるおっぱいっていうのは乳輪乳頭がこうむくみがきて硬くなってます。硬いおっぱい赤ちゃん舌でこうギュッて絡めとってこう伸ばして伸ぶって、その加えて絡めるっていうことができない。硬いおっぱいがね、張ってるおっぱいとね、つるんって滑るわけですよ。そしたらこれ浅吸いになってしまうでしょ。そしたらただいさえ浅吸いになって上手に加え込めてないのに、じゃんじゃかじゃんじゃん始まったら、もう余計に飲めないっていうようなことにもなるので、ちょっと張ってて乳輪乳頭の状態が硬いなーって、伸びが悪なってんなっていうのがあるときは、前絞りで、ね、ほんの少しっていうのがポイントで、絞りすぎるとこれまた絞った分まで母体があもっと作らなあかんってなって、これ分泌肩になって赤ちゃんの必要量とママが作るおっぱいの量が、赤ちゃんが飲んでる量プラスアルファ搾乳の分まで母体が作らなっていう風になるから、この需要と供給のバランスが崩れてくるんですね。だから基本的にその赤ちゃんが飲みやすいおっぱいを作るっていう意味での前絞りだから、乳輪乳頭が柔らかくちょっとなったな、少しおっぱい柔らかくなったなっていう段階でもストップなんですよ。やめてもらったらいいです。ただ刺激するとその刺激でじゃんじゃかじゃんじゃんが始まることがあって、あピヤーみたいな、いや止まらへんみたいになることがあるんですけどね。もうそれ来たらもうタオルからなんかちょっとこう当ててもらって、このじゃんじゃかじゃんじゃんが去っていくのをちょっとこうぼーっと待ってください。で射乳反射がツーンってきますからね、それが去ったなーって思ったらそこから吸わせてあげる、もしくはまたそれで硬くなってたらまたそこからちょっとだけ刺激をして、でまた飲ませてあげるっていうような前絞りをねやってもらうといいのかなっていうふうに思います。で、最初から飲ませ始めからこんなん飲めるか嫌やって言ってのけぞるパターンの時は、この場合はじゃんじゃかじゃんじゃん の出過ぎのおっぱいで赤ちゃんが飲みにくいっていうことではなくって、この原因としては、まず今あんまり飲みたい気分じゃありませんけどみたいな時ね、っていうのと、あとはだ例えばね3時間ごとに授乳とかで言うけど、みんながみんな3時間でお腹すくかったらそんなんじゃないからね。私たち大人でも例えば今日もあんまりお昼ご飯別にいらんな、あんまお腹空いてないなっていう日ないですか、かと思ったらもう朝の10時やのになんかもうお腹空いてきてんけどみたいな大人でもいろいろこうあるじゃないですか。なので赤ちゃんも同じように3時間でいつもお腹すくかったらすかない時もあるんですよ。4時間経って吸わそうと絶対お腹空いてるわと思って吸わしても、いや気分じゃありません今日そんなんちゃうからっていう時もあるわけですよ。だからもうそういう場合はちょっとやめてあげたらいいしね、やってみて拒否られたらとにかく無理強いをしないっていうことかな。だからもう気分っていうのもあるし、あとは授乳の姿勢がなんか悪いっていう場合もありますね。赤ちゃん結構ね、うるさいですよ、枕変わったら寝られへんわじゃないですけどね、ほんまにちょっとしたその姿勢でね飲みにくいって言って怒られることって、なんかこっち向いてもなんかしんどい、なんかこっちかなこっちでもしんどい、こう臨月の妊婦みたいな感じですよね。どの姿勢が一番飲みやすいんかなみたいなので、ちょっとしたその微妙なね授乳の姿勢でねポジションでねなんかね嫌やって言ってねのけずるパターンもあるんですよね。だから最初からのけずられるときはその授乳の姿勢がどうなんかなっていうことも考えてみたり、よく出るおっぱいの人なんかは横抱きにしてこうママのおっぱいの位置より赤ちゃんの位置が低い方が重力の関係でこう落ちるんですよね。重力でおっぱいが、そうすると溺れやすくなるんですよ。なのでよく出るおっぱい、よく張るおっぱいの人は赤ちゃんのお口の位置とおっぱいの位置がちょうどこう平行っていうか、この下に赤ちゃんの顔が来るんじゃなくて、おっぱいの高さと平行に縦の姿勢の方が重力で母乳がこう下に流れるっていうことがないから、極力飲みやすいんかなと思いますね。でそこまで分泌量はなーっていう人は赤ちゃんがおっぱいより下にある方が上から下に物質は落ちますからね、なので赤ちゃんの位置が下にあった方がいいかなと思うし、で、溺れやすいタイプの子は頭を少し上げた方がいいかなっていうのもあるし、はい、いろんなパターンがあるので、これも試行錯誤、その赤ちゃんがどれが好みかっていうのをいろいろこうやってみて、ママのやりやすさとかね、それで決めていってもらうっていうことにはなるんですけど、授乳ってもうこうやと思ってる人が多いけどいろいろあるんですよ。こうやって脇からこう来る場合もあれば、縦の場合もあれば、こう交差の道ってこっちからこう来てこっちの
っぱいをこう伸ばすパターンとかいろいろあるん で、あとはクッション持ってきたりとか、あの毛布をくるくるくるってしていろんなところにこう授乳クッション代わりにいろんなところに置いてみたりとか、いろいろなものを駆使しながら一番自分のいい姿勢っていうのを探していってもらうっていうことになりますね。であとはあのやっぱりこうおっぱいのトラブルの前兆っていう場合も、これもおっぱいの飲ませ始めからすごい嫌がります、ね、あの乳質がちょっと落ちてて微妙な変化だと思うんだけどね、なんかちょっと今日美味しくないぞ、美味しくないっていう表現はちょっとあれなんかもしれないけど、甘みが強いとかなんか粘っこいとかなんか微妙な変化あるんでしょうね。私も赤ちゃんじゃないか分からへんけどね、まあ、そういうのでもすごいグルメの赤ちゃんは嫌がったりもしますし、で乳腺に詰まりがあってなんか一部出えへんところがあるとかね、か乳腺のその前兆の場合っていうのも あるし、あとはママがすんごいこう刺激物、うん、生姜とかニンニクとかキムチとかそういう刺激、あとはカレーね、カレーが結構刺激物になるみたいなんですけど、そういうものを食べたことでその微妙な乳質の変化みたいなのことで嫌がったりとか、あとはママが生理が始まる直前やったりとか、はい、月経の時ってそのおっぱいホルモンとその女性の体の女性ホルモンの関係でそのおっぱいの出方がちょっと変化するんですね。で、生理の直前ぐらいから生理の2日目ぐらいまでちょっとそのおっぱいの出方であったり乳質が変化するので、そこで赤ちゃんがあんって言って飲んでくれないっていうようなこともあったりする。なんでこんなストライキされるんやろ、なんやろ、いやおっぱいの状態も悪くないのにな、なんやろなって言ってたら久子さん生理が来たそれやみたいなこともよくあるんですね。だそんなこともあるかもしれない、うん、だからもう不安な場合は あなたのそのおっぱいストライキがどこから来てるかっていうのはやっぱりあのプロフェッショナルである助産師に見てもらわないとわからないし、まあ、助産師見てもらってもこうかなあかなにはなったりするんですけど、私たちも全部こうだよってわかるかって言ったらそれわかんないんでね、赤ちゃんの気持ちは。でもただやっぱりこういろんな視点からこうあの情報を、ね、持ってきてあの分析して私たちは指導しますので、もう不安な時はやっぱり助産師さんにね見てもらうのが一番いいのかなとは思います。なぜだから途中からのおっぱいストライキに関してはおっぱいが足りてないサインではないから、安易にすぐそこでミルクを足してしまうっていうのはちょっと選択肢としては違うかなと思いますので、まあ、なんせそれでも不安やっていう人はもうとにかく一回おっぱいね、あの母乳外来とか行ってもらって助産師さんに見てもらうのが一番安心できるんじゃないかなとは思います。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。